僕やば。よし、それではカルテ133、山田の視点をやっていこう。私は前回の動画で、萌子の切れた動機を7つの大罪と7つの美徳であると表現した。7つの大罪をおさらいしておこう。色欲、強欲、暴食、嫉妬、怠惰、憤怒、傲慢。以上7点。すべてこの話に盛り込まれている。萌子はこの7つの大罪に対し、7つの美徳を望んでいたため、歯車が狂った。そして、萌子はこの7つの大罪を抱えているが、自制していた。山田はその自制ができていない。萌子がこれらに対して含みを持つのは当然である。では山田の視点ではどうだったのだろうか。今回の目次である。上記画像2点でお届けしたいと思う。また、間に幕開ではないが、7つの大罪に気づいた裏付けを入れてあるので、そちらも合わせて見ていただけると嬉しい。それではやっていこう。まずは山田の誤解からだ。ここからは山田の誤解について解説する。山田の発言によると、山田は以前から萌子のことをすごいと褒めていた。だが、萌子は長い間モヤモヤしていたという。萌子は山田の傲慢さを感じ、切れたわけだが、山田にその意図はおそらくない。素直に萌子のことをすごいと思っていた。だが、萌子は長いこと感じていたものがあり、ここに両者の見方の違いが存在している。山田が言う、萌子のすごいは、おそらく上記。赤字になったところが山田の誤解である。七つの美徳は同一視される見方が存在しており、他にもあるのだが、今回はウィキペディアに載っていた七つの大罪の欄から対になるものを抜粋している。萌子は我慢をしていた。だが、山田はそうは思っていない。だから、なんでそんなことを言うの？と言い、気づけていない。気づけないのは、今までの萌子というのは、山田の視点だけの萌子。萌子のことを分かっていなかった。では、誤解をしていた部分を画を差し込みながら追っていこう。山田の誤解の一つ目は寛容。寛容とは、心が寛大で、よく人を受け入れること。過失を咎め立てせず、人を許すこと。思い当たる点、皆様もあるのではないだろうか。山田は萌子なら笑って許してくれるケースがあり、アニメでは特にその描写が多かった。だが、実際の萌子は耐えている。山田はその事実を知らない。よって、山田は、萌子を見誤っていた。と見ることができる。次、人徳だな。人徳を探していたら重箇条があったのでこちらをお借りする。総じて人徳である。人から好かれている。思いやりがある。誠実な態度。責任感がある。リーダーの素質がある。不平不満を言わない。余裕がある。常に明るい気持ちでいる。ルールやマナーを守る。感謝の気持ちを伝えている。一言でまとめると、良い人である。山田は見誤っていない。だが見誤っている。山田はおそらく、自分にとっての良い人のみでしか萌子を見ていない。山田は五感バレンタインデーのお菓子作りの話で、嫉妬や憤怒に近いものを抱えたと見える。山田の目線では、市川が好きで行動の規範も市川。嫉妬や怒りの基準も市川である。萌子の感情はさておき、誤解が解けた途端、萌子にのみ感謝と謝罪を述べている。これは自分にとって都合が悪かったから萌子を否定し、自分にとって都合が良かったから、萌子のしたことを肯定した。この証明を自ら行っている。おそらくだが、市川が何も言わず帰ってしまったら、萌子への肯定はできなかっただろう。それらが形成され、萌子のことをすごい。と言っているわけであって、結局自分にとってすごいだけなのだ。謝罪すべき対象は萌子だけではなかった。吉田に対してもするべきである。だが山田は描写ではしていない。つまり、眼中にない。無視をしているわけで、無視をするのは自分のことしか考えられていないからである。山田はこの後、おそらく自分の罪に気づく。自分の滞在を振り返る。山田が何を言おうとしたのか、言いたかったのか、それを山田の視点を交えてお見せできたらと思っている。山田の視点の前に、なぜ7つの大罪に気づいたのか。を、証明したいと思う。2023年10月、私は僕ヤバニュースを1本投稿した。その際、動画投稿前に予告として、動画内に2つのヒントを織り込んだと YouTube コミュニティに投稿させていただいた。そのヒント内容の1つが次の画像2枚。マリサの喋る、カタカナ部分。疲労と、パウ。そして露骨のロ。2度同じセリフを使わせていただき、ヒントの強調とさせていた。露骨のロはカタカナではないが、ロの中に口が入っており、そこを拾ってもらえればたどり着ける。考察1の答えは、パウロ。パウロは7つの美徳の原点である、7原徳の中に含まれている。記載にある、古代ギリシアの知恵などは他でもないソクラテス、プラトン、アリストテレスのことである。
パウロが使われるであろうと予見できたのは、太宰治の作品に、パウロの混乱というものがあり、そこに7つの大罪が描かれていた。私はアニメ1話の考察をしている時に太宰治に気づき、市川の影の部分、つまりその気持ちこそが太宰そのままである、と表現をした。私は市川の影の部分がルシファー市川であると考えているため、これを太宰に置き換えたのだ。すると未来に繋がった。太宰は史実で湘南で無理心中を遂げようとしている。また、性欲の権化で、女遊びが激しく、G をしたことがないと言われている。そして、カルテ131の意味深7名前にソクラテスやキリストが見えたので、パウロと7つの題材に確実に繋がった。考察動画で出し、現在に至っている。未来が私の過去を証明してくれたのだ。ソクラテス、プラトン、アリストテレスはこの後山田の気持ちを知るために必要になる。ぜひ知ることを楽しんでほしい。そうすることで彼女たちの気持ちが少しでもわかるならなおさらだと思う。それではやっていこう、山田の視点を。山田は天真爛漫。ちょっとおバカだけど、優しく、スタイルも良い。家族からも愛され、市川との恋も成就し、友達ともうまくいっていた。絶頂期と言えよう。山田はいわゆるおどきの状態であるため、自分のしていることがわかっていない。それが成功への道だったから、好きになった自分を自分のままで。彼女はありていだったのだろう。何より大切なことを何より大切な人に教えてもらった。捨てられない自分から、捨てる必要のない自分へ。だが、山田は認めることができない。嫉妬の対象。怒りの対象。可愛らしい部分もあって、抜群の人徳。怠けもせず勉強に励む彼女の発言を。山田は認められない。自分にとって優しい都合の良かった萌子。何でもしてくれた都合の良かった萌子。山田は彼女の偶像から、自分の偶像を破壊される。認めると、大切だったものが全て壊れる。市川に言われた言葉、好きだと思えた自分。山田は、認めてもらいたかったのかもしれない。承認欲求はところどころで見えた。だが、萌子は逆のことを言う。おそらく、山田はここに来ても自分のことを考えている。萌子はそれに気づいている可能性すらある。山田は、自分を自分と認めてくれる人ばかりで。だから気づけない。自分の罪を、認められない。萌子がなんでそんなこと言うのか。わかるわけがない。認めてないから。自分の罪。環境の良さ。すべてが人から与えられたもの。山田は、自分をありていのままにしてしまった。色欲と怠惰の含みを指摘された山田は怒る。テーマと全く関係のない話での自分の正当化。そうだと言えないあたりがまだ認めれていない。どこまでも市川のことが中心。彼女にとっては市川がすべて。萌子のことはどこへやら。彼女たちは喧嘩をしている。しているはずだ。萌子はきちんと食材管理をしていたのと、みんなのことを考えて発言をする。山田は、好きなことをほとんど潰されてしまった。好きだと思えていた自分を、正義の名のもとに潰された。萌子は弁論術を駆使し、山田に正義を説いた。だが、山田は泣くことしかできなかった。山田はなぜ泣き、何を言いかけたのだろうか。ソクラテス、プラトン、アリストテレスはギリシャ神話から続く、古代ギリシアの三大哲学者だ。ソクラテスの弟子はプラトン。プラトンの弟子はアリストテレス。それぞれ考え方が違うが、ソクラテスとプラトンは考え方が似ており、正義を重視した。既得合一を目指したのだ。知は善悪を見定める力。徳とは、人の魂のこと。これらをすることでより良い幸福を得られると考えた。善悪を判断してこそ、徳が得られる。この場においては萌子と市川がその考えを持っており、道徳としては正しい。だが、アリストテレスは違った。プラトンの意欲見ながらも正義よりも大事なものがある。そう考え、師であるプラトンの意見とは違うことを提唱した。故に彼女たちの話し合いは噛み合わないしぶつかり合う。萌子は自分が正しいと思っている。ソクラテスのように、善悪を判断し、悪を潰した。アリストテレスが正義より大事と言ったもの。それが友愛なのである。アリストテレスは、人の関係を友愛と呼び、幸福のために最も大切なものと考えた。山田はこの思いも正義により粉砕された。友達と一緒にいれたら幸せ。それだけではダメだったのだろうか。この場だけなら確かにそれでいい。だが、ソクラテスは人を言いまかすためにしていたわけではない。わかってもらう。知らないことを気づいてもらうためにしていたのではないだろうか。山田はおそらくこの場で自分の罪に気づく。あるいおうとした言葉で。山田は弁明の機会はこの場だった。弁論があるなら弁明は必要。だが、山田は言葉を飲み込む。弁明を求め、七つの大罪を認める一言。
山田は萌子に発言をし、意図の誤解をされていた。だが、これに似た発言をしようとし、気づいたと考察する。私の話を聞いてほしい。私の命令を聞いてほしい。何時自らを知れ。山田は、自分の傲慢に気づいたのだ。萌子にも罪はあろう。だが、それ以上に山田は自分で気づくべきだった。山田は、この言葉か、これに近しいものを発しようとし、自分の罪を認めた。自分の隙を打ち砕かれても、罪を認めたと私は解釈をしている。山田は、自分を一つ知ったのだ。私を含め、人は弱い。より良い幸福と人生を山田に。カルテ133、山田と萌子の視点、いかがでしたでしょうか。当チャンネルは今後も僕ヤバ一本で動画投稿をしていきます。動画制作の励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメント等ぜひお願いします。また、先日より XQTwitter を稼働させております。もしよろしければ概要欄にリンクを貼っておきますので、フォローをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回もまた、ゆっくりしていってね。